Ladies and gentlemen、 今回の企画は視聴者さんから依頼が来ました。よっちゃんに真理くんの入れ墨が消えたらどんな反応するのか検証してほしいということで、母親に入れ墨まみれの息子を入れ墨を消すと報告したらどんな反応するのかやっていこう。なるほどな。いやー多分、まあでもぶっちゃけもう今更っていうのはあるんちゃうかなっていうのはある。いやーまあ入れた時はやばかった。そやろ、やばやば、もう見慣れすぎて、いやあんた似合ってたやんとか俺言う可能性全然あると思う。案外結構なんか気に入ってる可能性もあるな、うん、ちょっとおしゃれやかっこいいやって似合ってたのにぐらい似合ってたのにぐらいで全然あると思うワンちゃん。だからどっちかは確かに分からない。16歳で入れ墨を入れたクズ息子、今回はファンデーションを使って入れ墨を消していきます。やばいわ、出へんの、他にずっと出へん、これワンチャンいいおらん可能性あんで、この時間に電話出へん。ここでトラブル発生、何度電話をかけても電話に応答しないよっちゃん、ボツ企画なるのか。あ、待って、ライン入ってる。ごめん、今大事な用事中やから電話出られへん、家にはいないよー、ピースマーク。出てんの、まさかのよっちゃん不在。待つしかない、もっと待って。今ね、お母さんが用事行ってるんで先に家に入って準備してます。塗りたてやからあれやけど、これちょっと乾いたら、さっき外で見た時ほんま分からへんかった。片腕にしようかな。消していってるっていう感じで、うん、途中っていうとこか。そうやな、途中っていう感じで全然違う。ほんまにマジで分からん、すごいわこれ。シェアシェア、シェアシェア、待つこと1時間イエア。もう帰ってくるって連絡来たんで、うん、帰ってきたな。ただいま。おかえり。おかえり。ごめんな。いいよ。なって。いや、そんな言うて待ってないな。うん、さっき着いたとこやから。言うてさっきやから。ありがとうね。お疲れ。前おやつ買ってきたね。マジで、うん、ごめんな、大事な用事やったのに。うん、いいよ。お菓子、うん。なんかいる？何ある？チョコレートばっかり。なんかの景品？違うわ。大事な用事って。大事な用事行ってきて。まあまあ、でもほんまにちょっと大事な話あるからさ。ここに座っていいの？座って。どうした？いやー、なんかその、うん、お母さんが喜ぶことって何かなと思って。喜ぶこと、喜ぶ、息子の俺にやられてこう何が喜ぶんかなとかいろいろ話し合ってて、そうそう、あ、やっぱりな、お母さん一番嬉しかったんが、真理に思い出を作りって言って、旅行を行かせてくれてるやんか、旅行な、確かに最近でも行かせてない、最近行かせてくれてないけど最近な、金ないねなんかどんなんがこう喜んでくれるかなって。それな、でもな、一番の喜びはあんたが健康で、うん、今までさ、昔からとかさ、うん、なんかまあまあ泣いてきてて、めっちゃ泣くね、昔からさ、うん、なんかタバコ初めて吸ってた時もめっちゃ発狂してさ、うん、あんたタバコ吸ってんのとかさ、入れ墨の時もやばかったな、一番最初俺が寝てる時に見つけてんな。え、どう思ったよっちゃんそれ。どうしようと思ったな。ありえない、うちの子にちゃぎ、なんで今まで隠してたんやろうなと。うん、なるほどな、うん、はい、なんか行動がおかしかった、おかしかった、うん、大失敗。あの時でもめちゃくちゃ発狂してたもんな。泣いた、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 泣いてた。
ショックな、親としたらやっぱショックか。別にそれでな、心理が変わるわけじゃないけど、やっぱりショックやな。そうやねんけど、なんでそんな差別やったらあかんけど。まあでも一回さ、足入れたからさ、腕入れた時はさ、どうやった？ああ、もうまた入れたか。ああ、そうなんですね。慣れって怖いな。まあもうある程度免疫ついたからな。もうな、心理の人生。なんかこう、まあ今更っていう感じにちょっとなるかもしれへんけど、何が一番喜ぶんやろってこう、マサオとかも話してて、まあ入れ墨を消そうと思って。で、そんな簡単に消さんの。いやまあその病院行ってな、今ほんでもうすでにもうこっちのこっちはまだ入ってんねんけどな、もうこっちの腕からもう消し始めてんねや。ほんまや。だいぶ薄なってるやろ。いやーすごい。いやー。そうこれ まだもっとちゃんとなんねんけど。まだ若干うっすらは見えてるけど、こっから何回も何回も何回も行かなあかんから。しかもめっちゃ痛いねや。入れるより正直痛いね。めっちゃ綺麗になってるやん。痛い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 よ。まだちょっとあんまり、まあこっちの腕はもう今だいぶ消えてきてんねんけど、でも全部もうほんまに足も最後消して、なんか元の体にな、嬉しいかなと思って。嬉しいよ。安心させてあげたっていう。安心させてあげたかった。実際どう？嬉しい。嬉しい。嬉しい。ネタバラシがしづらくなるクズ息子、果たしてどうするのか。めっちゃ嬉しい。そんな泣かんといてや。泣かんといてや。やめて。なんか無駄に泣きしてもたわ。ほんま最高のプレゼントが母の日やな。母の日なぁ、何もあげれてなかったから。これくれたら痛いじゃない。ぶっちゃ呼んでくれた綺麗な体になぁ、戻んなぁ。はい、ということで撮っておりました。え？撮らせていただいておりました。え、何を？しかも親孝行。親、ほんまに親孝行やわ。めっちゃ嬉しい。どうですか、心理くん。じゃあな、まあ。どうしよう、ほんまに俺どうしよう、これネタバラシできんのガチ。じゃ逆の意味でまた泣くで。せやな、一旦は言わん方がいいんじゃん。ちょっとおかんごめん、ほんまに俺も全然入れずに入ってんね。これファンデーション塗ってね。おかんほんまに、おかんほんまにうっすら見える。ごめん、おかん。はい、はい、ピース、ね、心も体もピースということでということでね、こんな喜んでくれるとでも思ってなかった。思えんかった。びっくりした、ありがとう。いやいやこちらこそすいません。
すいません。本当に今までお世話し、ずっとこれからも、すいません。ほんまに。本当に、本当にすいません。親孝行大成功という形でいいですか。また、上からなんか違う絵柄入れようかな。ああ、それは無理。そりゃ無理やわな。何を言ってんの、ほんまに。よくあること言うな。今、反省したばっかりやろ。お前、泣いて喜ばした親をまた泣かすんか、お前は。親不孝者は、お前。